こんにちは。カナら在住のもたつです。ニューヨーク州不法移民に270万円増える民主党内増税反対の声ということでお話をしていきたいと思います。はい。えー、と、ではまた、あの、まず国境に関する話をしていきたいと思うんですが、えー、南部国境クライシスで、 えーっとですね、カリフォルニア州南部国境付近で FBI のテロリスト監視対象者が不法移民に混ざっていたということが判明しましたえ。かなり前にですね、4人のテロリスト監視対象者が逮捕されていたっていう話をしましたが、えそれとはまた別件で新たに見つかったということですね。えー、っと、この2人なんですが、まあ、イエメン人で陸路からの侵入を試みていたということです。で、この2人はあの別々のタイミングです。1人はもっと前なんですが、もう1人は最新で3月30日だったかなに捕まっています。 はい。で、その捕まったうちの一人はですね、靴のソールの下に、えー、i m カードを隠し持っていたということで、まあ皆さんわかると思いますがやっぱり工作活動に来てるっていうところは明白なんですよね。はい。で、えっ、ー、と、これ一番怖いのがですね、今こうやって捕まってるからいいんですよね。で、あの、もちろん、あの、この人は釈放されてません。ちゃんとあの、施設の中に監禁されていてですね、この後多分強制送還されるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、怖いのがですね、 えっと、かなりの数の不法入国者がいるじゃないですか。で、えっ、ー、と、この不法入国者っていうのは、例えば2月って10万人超えたっていうことで話題になりましたよね。で、あの、10万人っていうのは、あくまでもその国境付近で逮捕された人,人数なんですよね。で、あれとは別で、数万人規模でもう逮捕すらされず、アイスにも見つかることなく、そのままスルーされて、アメリカ国内に侵入できている不法移民が大量にいるんですね。で、そのことを考えると、もうすでに複数の テロリスト監視対象者がアメリカ国内に侵入していてもおかしくないかなっていうふうに思いますしよっぽどそういう組織の方がその辺はうまくやるんじゃないのかなっていうふうに正直思いますのでまああのシンプルに怖って思いますよね。本当に大丈夫ななななのかかかっていいう心配ししですしまたねなんか う怖しか言えないですね。はい。まあ、あの、本当にこれはね、しっかりしてほしいなっていうふうに思いますよ。もう、なんか呆れてきますね。本当にその国境の、なんだろう、ずさんさね。うん。なんか、自治もね、あの、岡間さんも一体い、いつになったらちゃんとすんのかなっていうところがね、あの、本当国民の安全を一体何だと思ってるのかが、もうさっぱりわかんないですね。はい。で、えっと、この国境のね、その、今の危機的状況を招いてるのって、やっぱりガバ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 ,ガバとその国、 不法移民が来ていることなんですよね。で、それを、えー、あしている業者がですね、あの、Facebook を堂々と使って広告宣伝しています。はい。えっ、ー、と、で、その広告宣伝の内容を見るとですね、えっと、モンテレイ、メキシコにあるモンテレイというところからサンアントニオ、テキサス州まで、まあ、45万円程度で送ってあげますよと。で、あの、非常に安心な、えー、快適な旅を提供します、みたいな感じの、なんて言うんでしょう、えー、広告を出しているわけなんですが、 てっきりですね、このモンテレーってのはもうこのグアテマラとかその辺の都市かなと思ったら調べたらメキシコだし、しかもこの辺だしね、北部だし。で、ここからサン、アントニオ確かこの辺なんですよ。なんでこれ、この程度の距離ですよ。まあ、あの、国境を越えるっていうね、その最大の一大行事があるので、あの、程度、この程度とは言うことできませんが、ただこの距離ですよ。この距離で45万円なんですよ。 で、この45万円って日本人感覚じゃなくて、やっぱメキシコ人感覚で見ると結構な金額なんですよね。メキシコの平均年収って180万円ほどですので、そこから考えると45万円って結構な金額なんですよね。うんで、えー、っと、本当にこの短い距離で人を送り出せ、 は送りり出すすだだけけけけそんん稼げるるわわなななのでかなりのででか収入が見込めるわけなんですよねちょっとこれはね、一人4,500ドルなのか、それとも、その、いわゆるバス一台で4,500ドルとかね、そういう意味なのかちょっとわからないんですが、まあ、どちらにせよかなりのいい、なんて言うでしょう、商売ですよね。で、えー、っと、まあ、この今のね、その、ありえない量の不法移民、 の数、それを減らすためにどうすればいいかっつったら、まずはやっぱりこの Facebook なんですけど、まあ彼らクソの役にも立たないですからねよ、全く動いてくれないでしょうから、まあ、そこに関しては多分、期待ができないんですよね。 うん、で、もう一つ問題がこのビジネスですよね。これを潰さない限りは終わりが見えないかなっていうふうに思いますし、間違いなくこういうビジネスのバックにはね、ギャングみたいなのがついてる可能性が非常に高いですし、で、おそらくね、えっ、ー、と、まあ、金もらうだけもらって、そのままね、換金して、ね、なんかど,ど,ど,どっかやっちゃうとかね、そういうこともありえそうですし、うん、危険しかないと思いますので、 うん、いい加減、フェイスブックさんもね、この辺はね、何とかしてほしいですね。そのトラさんをね、トラさんの声は認められないんだとかわけわからんこと言ってないでね、あのこういうことをまずは何とかしてくださいませんかねっていうふうに思いますね。はい。ということで、えー、不法入国者、まだまだ止まらないのは、もうこういうのの一つの一因かなというふうに思いますね。 はい。えー、で、続いて、自治のグリーンニューディール政策に関してですね、えー、インフラ強化っていう名目のね、グリーンニューディールご利用し計画ですね。えっ、ー、と、200兆円規模で、そのうちの9%は橋とか、えー、道路とかに使うけれど、残りの91%がそういうものには使われないと。えー、到底インフラと呼ばれるものには使われないんですけど、みたいな感じで、結局がグリーンニューディールを、あの、推し進めるためのものではないかっていうふうに言われていますね。 はい。で、えっと、この200兆円規模の財源を増税で賄う計画であるっていうことはもう広く知れ渡っていますよね。で、民主党内でこれに対して反対の声が高まってるんですね。 えー、先週のところで皆さんにご紹介したのがこの方ですね。えー、ジョー・マンチン連邦上院議員ですね。えー、この方が間違いなくこれに対しては反対するだろうっていうふうに皆さんにご紹介しました。で、自治政権もそれ知っているから、えー、マンチン議員の奥さんを、えー、重役につけるっていうようなね、えー、感じでまあ手を打ってるわけなんですが、えー、っと、まあ、それがどのような効果を生むかっていうところはまだわからないわけですね。はい。で、えー、っと、昨日、昨日、 昨日で常満知連邦上院議員がですね、公式に自治が計画発表後に、えー、反対表明をしました、えー、もうこの現行案では賛成することができないと増税、法人税28%は高すぎると25%が適切な範囲であってこれ以上はもう無理というふうに言っているんですねはいまあなんでここで一つ見えてくるのはじゃあ25%で妥協すれば賛成するのかなっていうところが見えてきたのでまあ、そういうゴールになるのかもしれないなっていうところが一つ見えてきましたね はい。で、えっ、ー、と、マンチン議員がね、そのインタビューで答え、ウェストバージニア州のその地元のインタビューで答えてたんですが、えっ、ー、と、この税率の話だけじゃなくて、一つすごいことを言ったのがですね、えー、私だけでなく、6、7人の他の民主党上院議員も28%は高すぎると感じていると。彼らは私と同じだっていうふうに言ってたんですね。つまり、現段階では反対っていう意味なんですよ。 で、えっ、ー、と、そうとはいえですね、まあ、その他の21人の上院議員が連名で自治に追加給付金を盛り込むべきっていうふうに主張していまして、で、これ入れるとですね、予算今200兆円規模なんですが、まあおそらく300兆円規模まで膨らむだろうということで、えー、ただでさえ、その増税するのは高すぎ、この金額が高すぎるっていうふうに言ってるところに、えー、他の議員がですね、もっと増やそうぜみたいなことを言ってるわけなんですね。で、この今回の予算案っていうのは、あくまでも増税っていうのがベースにあるわけなんですよ。 なので、えっ、ー、と、この21人の上院議員っていうのは間違いなくですね、その増税幅もっと広げてもいいんじゃねえかみたいなことを考えてるはずなんですね。じゃないとこんな規模に膨らむような話し,しないと思いますので、そうなるともう今民主党内でもこの税率に関してはだいぶ意見割れている感っていうのが見えてくるんですよね。はい。じゃあ成立させることはできるのかって言われたら、まあまだまだ不透明なところはありますよね。はい。えっ、ー、と、これ、 一応予算になりますので、予算案を決める場合にはですね、財政調整法っていう一つの裏技があるんですね。ただ現状ではそれを適用しても民主党議員50人全員の賛成がなければ、えー、成立不可能なので、 ま、現状不可能な状態かなというふうに思います。はいで、ちなみに財政調整法というのがですね、えー、会計年度内で一度だけ使える裏技です。本来だったら予算の成立っていうのは60人のスーパーマジョリティによる賛成が必要なんですね。ただ、これを過半数で予算を成立させられるようにするのが、財政調整法えー、1年間に一度だけ使えます。はい、ええー、と、もうすでにですね。この前の200兆円規模のえー、流行り病対策予算経済対策予算で使ってますので、一応形。 9月30日ままでは使えませんなんなかチャック・シューマーが、ね、使えるんじゃねえかみたいなことを言ってますが、た、まあ、多分使えないですわ。はいでまあ、どちらにせよ、ですね、まあ、たとえこの財政調整法を使ったとしても、現状、この28%高すぎるっていう風に感じている議員が6、7名いると、で共和党側は100%誰一人として賛成しません。そう考えると、間違いなくこの裏技使っても成立させることできないんですね。 はい。で、まあ、そうなると、じゃあ、税率をちょっといじらないといけないのかっていうふうになってくるんですよね。共和党側からの要求は、もうこの増税をやめろっていう声なんですよ。で、民主党内からも増税幅を縮小しろっていう声があるんですね。とはいえですね、今回この案っていうのは、増税で財源確保する予定だったんですよね。うん、なので、そもそもここが狂うわけですから、 成立させられるまあかな,り不透明かなというふうに思いますね,、まあ、元々ねあの案の中には何て言うんでしょうその、えー、明らかに既得権益層に差し上げるお金とかが大量に紛れ込んでますから、まあ、その辺を抜きにしまくれば増税幅縮小できるのかもしれませんがまあこの辺は政治家の人たちのね腕の見せ所かなというふうに思います。はい では、まあ、えー、最後にですね、目を疑ったとんでもあるんですね、ほんとびっくりしたんですが、えっ、ー、と、ニューヨーク州議会がですね、連邦政府からの失業保険の対象でなかった人々に、同額の給付金を過去に遡って出すことを検討中であるということだそうです。で、これ、ほぼほぼね、成立する可能性があるということで、 えっと、今ね、クオモがめっちゃ頑張ってます、これ。な <laughs> んでかわかりますよね。でちなみに、えっと、この連邦政府からの失業保険の対象でなかった人々ってどんな人かというとですね、えー、まずは不法移民。 もう一つは、2019年10月以降に釈放された元受刑者。この人たちは、その、2019年10月以降に釈放された人だと、その仕事を得て、で、仕事をしたっていう、そのヒストリーを積むことがなかなかできないんですね。で、そうすると、受給の対象者になることができないということで、結局もらえなかったということなんですね。で、これ、あの、じゃあどれぐらいこの人たちもらえるのかっていうとですね、不法移民もですよ。 最大1人当たり27,300ドル。日本円にして、あの、ざっくり1ドル100円計算で273万円。もう正確に計算すれば多分290万とか300万円ぐらいになるんですよ。これ、これこれ皆さんどう思いますか僕も,うも,うもう、本当にびっくりしたんですけど、これ。で、多分今動画見てるあなた、こう思ってますよね。え、桁数間違えてんじゃないのっていうふうに思いません僕も最初これ30万円とかその辺の間違いなんじゃないのかなって思ったんですが、これで合ってます。 <laughs> 本当にびっくりしました。なんか、えっ、ー、と、その、1週間600ドル、まあ、6万円程度の給付金というか、まあ、失業保険が降りていたのが、まあ、それが数ヶ月、何、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、うん、まあ、いろいろあって、それをまあ全部合算したのを一気に渡すということだそうなんですね。はい。<laughs> なので、もう、も下が回んねえや。<laughs> えっと、まあ、なので、273万円程度がですね、あの、どっかりいくということなんですね。はい。 で、一応これにですね、3500億円規模の予算を投入する予定であるということで、まあね、なかなか豪快な税金の使い方をされるなと、まあ間違いなく全部ね、州の税金から賄ってると思いますので、えっ、ー、と、まああの、ニューヨーク州に住まわれてる方々ね、えっ、ー、と、まあこんな感じにお金使われてますよっていう感じなんですが、 えっと、このニューヨーク州議会って完全に民主党支配なんですね。まあ、なので、どう頑張ってもですね、共和党が何をやろうともですね、基本的にはこれは成立する見込みであるということなんですね。はい。で、これ、あんまりニュースで大きな話になってない気がするんですね。というのもですね、あの、実は共和党はこの計画に対し沈黙してるんですね。で、その理由で言われてるのは、まあ、選挙で功績として利用するためじゃないかっていうふうに思われています。 はい。まあ、これに反対をするとですね、まあ、間違いなく、その、まあ、土地柄、あんまりいい印象は与えないですよね。だったら、むしろ賛成してしまって、で、あなた方のために我々はこんなことしたんですよっていうふうにするつもりなのかなっていうふうに思うんですが、なんか、モヤモヤするところが正直あるんですよね。はい。で、まあ、あの、ニューヨーク州がね、民主党支持者が多い州なので、まあ、これがね、ニューヨーク州の、まあ、多くの民意、 であるのかもしれません。あの、まあ、あ多分このチャンネルご視聴のね、ニューヨーク州在住の方はね、あの、多分そこには入らないかなっていうふうに思うんですが、うーん、なんかね、この選挙対策で何も言わないっていうのは正直あんまり気持ちのいいものではないですよね。うーん、で、なんかそれだったらとりあえずこの無限に増えるホームレスなんとかしようよっていうのが正直なところですよね。うーん、なので、 まあお金の使い方はね、まあ人それぞれ感覚は違いますので、えー、とまあ僕の感覚とは全然違うなっていうふうに思うんですが、まあ一方でね、反対側にいる人たちからすると、まあ、これが正しいね、えー、税金の使い方だっていうふうに思う人もいるかもしれませんので、まあその辺をね、大きく否定しまくるわけにもいかないのかなっていうふうに思うんですが、まあそれでもね、なんか、 あんまり気持ちのいい感じはしないですよね。と、あと、なんかなんだろうな、正直、ちょっと狂ってる感が正直ありますので、うーん、なんだかなっていうような感じですね。はい。まあ,あ、成立したらまた皆さんにね、ご報告できたら、だから多分、これはさすがにね、でかいニュースになる気がするので、成立したらね、えっ、ー、と、まあ、下手したら日本語ニュースでも出てくる話になるんじゃないかなっていうふうに思うのでね、えー、まあ、その時はまたあのご紹介できたらなっていうふうに思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。